今インバウンドで海外の人が見て、そうヨーロッパとか、西ヨーロッパとかアメリカとか来てるからね、すごいね、めちゃくちゃ美人、本当にそういう下心とかそういうのなしに住む、そう。日本人の人見てもそういう感動ないもん。ただエロいだけしかない。エロい。あば。いいか見つけに。こんな動きかわしてる。こ止めてるのが悪い。こういうバカも本当湧いてくるし、こういうタコも湧いてくるしで、新宿の宝島泊まれば明日行けなくないけど、服がない、悪いと
判断遅れるから、電車もそうだけど、フットサルやってて、まあ、目のせいじゃないかもしれないけど、自分が集中しなかったり、その 0.5 秒ぐらいの判断で、まあ、手入っちゃったりして、まあ、ちょっと前、まあ、1対1で前に、1対1でそのキーパーとその相手のところにボールを転がって、まあ、際どいところだったけど、まあ、そう、まあ、あとちょっと思いっきり突っ込むとちょっと足また痛いそうだったから、あんまりその思い切りよく一番怖い。あとやっぱ前傾姿勢。かがむと、かがむっていうか、その腰落とすとやっぱ前かがみになっちゃう。あの形も作る、その、なんかあるよ。またを、また通さないように、そう、あの形を、バイクとか本当信用してないから、ね、しかもああいうエンジンがもう、安いバイク。安いバイクに乗ってるやつは、安い。うわ、もう。ちょうどあれだわ。アタビ10番のセント行ける。でもパッと見申し訳ないけど全員役だなと。めっちゃ怖いよ。別に風呂でちょっとマナーが少し悪いぐらいで、なんか締められるような世界じゃないけど、怖いじゃん。入った瞬間に、ただならぬ雰囲気を気のせいかもしれないけど、一瞬、そう。もうなんかね、
ションでゴールよりちょっと前で出ないと、ゴールに突きすぎちゃったからちょっと手入っちゃった。
怖いし、めちゃくちゃ怖い。一旦前のスイッチより一番稼いしてる。そうなんだよ。はい。わあ、なんか今日もなんかありそうですね、これ。すごいわ、これ。もう全然、普段と違いますわ。赤西くん出るってジャニーズの年越し、今年赤西くんカウントダウン出るってさ、ジャニーズまさかの
ダメだよ、やべえわもう。あ、危ないわ。寝るって危ない。あ、これあれだわ、ホリエモンのパン屋さんでしょ、メロンパンだから。ホリエモンでしょこれ、ホリエモンのメロン、ホリエモンのメロンパンやろこれ。ホリエモンのパン屋あったよ、タカポン、タカポン .jp。 タカポンエンタメ、エンタメパン屋。花屋とか絶対やばいでしょ、裏で絶対大麻とか栽培してる。上のなんかラウンジ、ラウンジってはなんかそのお酒飲んでるのでに、あの持ってってんのよ大麻、裏ルートめっちゃ怖い。1階だと1階にあんなとこで花屋なんかないんですよ。なお、タイムを取り出してる。牛タンの匂いじゃない。いや、肉食べたい。いや、もう肉って、アミノ酸肉食いたいわ。Yeah.